はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマ、小学校受験、年少さんにペーパーは必要です。それでは西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、たまにある質問で、某幼児教室に通っているんですけど、今年少さんでね、どうしてもペーパーができないんですけど、うちの子は受験に向いてないでしょうかって、こういう質問ありますね。そうですね、はい、年少さんにペーパーは必要かって、もバカみたいにペーパーをやるとかね、うん、そういうことじゃないんですけれども、はい、例えば2歳とかだと、うん、具体的にリンゴ3つとか4つ置いてね、まあ1個食べちゃいました、どれだけ残ったかなっていうのが、まあ3歳まあ未満、うんうん、まあでも食べちゃっていくつって数えられないと話は別なんですけどまあ具体的に言えばね、まあそれで1個食べちゃいましたとか、はい、1個クマさんにあげましたとかって言ったら、じゃあリンゴが3つあってクマさんに1個あげましたって言って、こうクマさんに1個あげて残ったのが2個ってなりますよね。だけどそれは2歳3歳まあギリギリぐらいまではそれでいいんですよ、はい、具体的にあげましたとか、あとね、これはリンゴで、バナナは黄色だよって言ったら目に見えますよね、はい、でじゃあペーパーが何が必要かっていうと、そのちょうど3歳とか3歳過ぎっていうのは、例えばリンゴが3個書いてあって、はい、ね、1個食べちゃいましたって言った時に、具体物だったら1個も取っちゃえばいいけれども、うんうん、ペーパーって取れないですよね、まあ、印刷されてるから消せないですもんね。だからその世界の中で、紙の世界の中で1個食べちゃったっていうことは1個なくなった、だから手で消すみたいなね、そういうことが、具体物が紙の紙面になって絶対取れませんよね、はい、そういうことを経験するためにはペーパー必要かなと思うんです、うんうんうん、だから例えばリンゴっていうのはこう見たらただこう赤いですよね、バナナは黄色ですよね、はい、でも何も色の塗ってないリンゴとバナナを見てね、こうこれは何色だったと思うって言って、赤だったよね、じゃあ赤でリンゴにしてみようねっていう時にペーパーは必要なんですよね、うん、そういう意味で例えば動物だって同じですよね、絵本で見ればキリも象もすごく大きく描いて写真に載ってたりしますよね、うん、はい、でもペーパー状になった時に、その写真で見てる大きなキリンとここのペーパーに書いてあるキリンは同じだよっていう、うんうん、一致するかどうか、ね、そういう概念っていうんですか、うんうんうん、そういう意味においてはペーパーはね、うん、ペーパーっていうのは必要かなと思います、はい、ちょっと今先生限定して話してると思いますが、ということはもうバンバン数の問題演習して演習してみたいな、そういうペーパーではないということですね。そうなんです、そうなんです、うん、だから、うん、食べちゃいました、だから子供だったらばリンゴをね、はい、こうまあ4つに分けて、まあね、うん、こうやって3つ切ったやつを3つこう置いといて、はい、じゃあ1個食べてみるって言って食べちゃったら減ったよね、うん、ってだから2個になったよねってこうやって数えますよね、まあ、リアルでね、そう、だそこが問題、紙の中では食べれないっていう、うんうん、紙の中ではその紙をむしってクマにあげるわけにはいかないとか、はい、減ったことにしなきゃいけない、ね、だから現実のものと紙のものとが、うん、こうイコール、頭の中でイコールになる作業をするためにはペーパーは必要だっていうことなんです、はいはい、演習のようにね、もう年中年長のようにペーパーをやっていくっていうのは変なんですよね、うん、だからリンゴがあったら赤で塗ってみましょう、でももう具体物は赤ですけどね、はい、これと同じようにじゃあ赤で塗っていくとか、うん、そういうことがすごく、そういう意味ではペーパーっていうのは必要、うん、必要かな、具体物からちょうどそのペーパーだからすごく面白いんですよ、やっぱり象だって、はい、写真で見たら大体どの象だって同じですよね、うん、でも絵にするといろんな通りの象が出てくるっていう、そうですね、絵柄も違うしね、うん、やたらキャラチックだとちっちゃかったりするもん、そうなんですよ、うん、でどうしてもうちの下の子なんかだいぶ大きくなってもそこがよくわからなくて、はい、そのペーパーによっては年中だか年長だか、うん、年中ぐらいだったかな、うん、ペーパーによっては例えばイノシシでね、うん、はじめの音は何ですかって、いいとかね、しりとりとかね、そう、そういうものの類の絵なんですけれども、もう
絵がイノシシって言ったら一個のイノシシしかあの人はこう思い浮かばないんですよ、うん、とある絵柄を覚えちゃったみたいな、そうなんですよ、ね、こうちょっと角が違っ何かがつなが牙が違っちゃったりとか、うん、ちょっとこう可愛らしくなっちゃったりとかすると、もうそれがイノシシだってわからないんですよね。なんかすごく私イノシシで困ったような、こういうのイノシシって言うのよって言うんですけど、いろんなタイプの絵が出てきたらもうイノシシがわからないっていう、でもそれが年長ぐらいになるとうまく成長していくと、どんな形のイノシシでも、うん、特徴を捉えてればね、特徴を捉えてれば見ただけでわかるっていう、うんうん、なるほどなるほど。やっぱり年少さんのうちからそれこそパッと見てね10とか20とかやっちゃうと、むしろちゃんと考えられなくなっちゃうっていう危険性はあるということですね。はい、で例えば、象は大きくてアリは小さいですよね、うん、そうするとどんなことをどうやって考えたって象とアリ比べたら象の方がね重さだって下がるわけですよね、うん、シーソーでも、それでもペーパー上ではどうしても象とアリだったらばアリの方が重くなることもあったりするんですよ。なるほど、別にね、象とアリだったらアリが重くて、アリとウサギだったらアリの方が軽いとかね、うん、なんかそういうふうなこうものでは、はい、あるんですよ。便宜上そうなっちゃうことがあるんですね。便宜上そう、でもペーパー上ですからね、うん、でもそうすると面白いんですけど、二通りに分かれるんですよ、はい、それを素直に、あ、なるほどね、だから一番重いのはこれねってお約束なん、うん、でもうち下の子もそうだったんですけど、なんでそこにこの紙を見て、なんで象がアリより軽くなるんだって、おかしいおかしいっていう、うん、でもこれ紙だからね、紙上これは約束だからって言ってもね、うん、それがガーンと分からなかったりする子もでも中にはいるんですよ、だからいつも思うんですけど、その象とアリを比べてね、アリの方が重かったです、アリと何々を比べたらウサギの方が重かったですとかね、なんかそういう風になんかするとすることがパッと分かるかどうか、うんうん、柔軟にお約束としてそう、だからそれは紙面の紙の話だから ね、うん、なるほどね、だからそれが約束が分からなければ問題が解けないわけだから、それを素直に頭に入ること、えらいそれにこだわること二通りあるのでね、うん、なるほど。じゃあやっぱりこの年少さんの段階ではまあ併用という感じですかね、やっぱりその具体的なものをその認知できるようになったら、それを今度紙に落とし込んでいって処理することをまあ徐々にやっていって準備をしていて、そこから年中さんに基礎を確立して、年長さんでいよいよ実際の実習に向けてやっていくみたいな。だから1回の授業で別にペーパーなんか2枚でもね、年長さん2枚でも3枚でもいいっていうことで、焦らなくていいよと。やっぱり成長が早い子はそのスライドが早いので何枚もねできたりするんですけれども、まず現実のものを紙に写してみて分かるかどうかっていう、そのちょうどそのなんていうのかな、境目だから、まあペーパーもある程度必要かなと思います。なるほど、分かりました。ではその時のね発達段階成長段階に応じたものをやっていけばいいということでね、焦りすぎず取り組んでいけばということですね。ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは現在も国立小学校受験短期集中コースを募集しております。まあ、もうほとんどの学校はもう試験結果も出ていると思うんですが、筑波大学附属小学校の試験はねこれからですから、今取り組んでいる方、対策をしている方はぜひこちらもご検討いただければと思います。現在でも書き込みお待ちしております。また教室ではメールマガジンも配信しております。セミナーの先行情報やさまざまな講座のお得なご案内などもいたしますので、ぜひご登録していただければと思います。また子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。実際に教室に来ていただいて、由美先生とマンツーマンでお話をすることができます。子育てに関するお悩み、小学校受験に関するご相談など何でも結構です。はい、また体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。例えばお子様が体験授業をしている間に並行して、お母様親御様が、こちらの相談会を利用することもできます。はい、では教室からの、電話番号ですね、03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。
はい、西荻フレンドリースクールでは今後も小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育についてお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。では失礼いたします。